金本智明さん、藤波のポテンシャルは大谷と変わらない。米大リーグのアスレチックス、藤波慎太郎投手が、1日の本拠地、エンゼルス戦でメジャーデビューしたが、3回途中グワンダ8失点で KO され、敗戦投手になった。元阪神監督の金本智明氏は、本当にポテンシャルは大谷選手と、そんなに変わらないんです。持っている能力の2、 30%ぐらいしか出してないんじゃないですかね、などと指摘した。あのさらし投げの影響でかいやろ。逆に30%であれなら素質が異常すぎるやろ。まあ、大谷くらい野球バカだったら成功してたんやろなとは思う。満身、環境の違いでしょう。 実際急速より請求の方が才能で伸ばしがたいんだよな。そろそろ急速よりコマンドこそ投手に一番重要なポテンシャルってアップデートしていこうや。160キロとか裏側でも出せるし。まあ言うほど大谷のコントロールがいいわけじゃねえけどな。今の大谷の体格と藤波を比べると悲しくなる。ご視聴ありがとうございました。 チャンネル登録お願いします。